うん、片野坂さん解任されちゃったね。いや我慢すべきかどうかをね。判断できるほど僕が見てないんですよ。僕が見た時にはシンプルに守備の時の同斎出しとか、あのクロス入ってくる時のあの視野の中に入れる対応とかが全然できてなくてで、攻撃の時にもビルドアップ全然できない。試合とそもそもする気ないみたいな。試合とあとはあの三社式みたいな。可変やろうとしたら。 4トップに対して降りてって、サイドバック、あの、3バックの両脇も開くから、ただハマりにいってるみたいな。3バックのままだったらずれ作れるのに、みたいな試合とかあったから、で、それでなんか、思ったよりなんか、あんまりだな、みたいな。思ったよりというか、まあ、大分の頃からそれはちょいちょい言ってたんですけど、あ、やっぱ、相手見ながらやるサッカーほどは、サッカーは仕込めないんだ、みたいな思って、そこから見なくなっちゃって、みたいな。だから、でもまあね、日本の監督の中では、 おに貴さんとか片野坂さんいいけど、まあ、いつも言うように、多分ブレンダーロジャースぐらいのレベルだっていう話をしててそうで、気づいたら解任されたみたいな。まあ、ブレンダーロジャースがガンバ大阪の監督やってもうまくいかなそうじゃないですか。うん、そんな感じかなみたいな。でも片野坂さん自体は業界で評判良さそうだし、擁護する人もいるから、まあ監督だけじゃ帰れない問題みたいなのがあるんですかね、ガンバに。あ,あんまわかんないんで。このぐらいしか喋れないし、タイトルにもできないですね。あとは、気に抜く方々が変に誇張で表現しないで、 まあいい感じに切り抜いてみんなに聞いていただければなというふうに思いますね。数年前からアップデートしてないらしいです。まあサッカーどんどん変わってますからね。今可変で4、4、2と3、4、3ですみたいなそういう攻撃と守備でフォーメーション変えるんじゃなくて、あのー、最イセンターの監督は多分相手の立ち位置見てフォーメーション変えれるようになってるんですよね。そうだ、最近4枚のビューアップのやつやめたのは知ってますよ。うん。なんだけど、そういうふうになんていうのかな、こう、機能的にここでズレ作ってここで運んでとか、 あ,のあと、まあ、ボランチがツートップの、相手のプレスかけてくる選手の斜め後ろを取ってとか、そういう、まあ、僕がいつも週休学とかで作ってる授業だったりとか、ここで生配信で紹介するようなセオリーは全然やってないチームだったから、まあ、哲学違うしまう、まあ、見てて、ね、キャビバルサだったら、ね、バルサだから見るけどみたいな、まあ、ガンバーだし、ね、先手追えないから見て、変なこと言ってもね、ファンの人に嫌な気持ちさせるだけだから、そんな見てなかったですね。 トゥエルのシステムがよくわかるのそういう感じでしょう、ねトゥ。あのトゥエル・チェルシーもそうだし、ある程度アーセナルもそうだし、ペップシティもそうじゃん。でも本当は後出し案件というか、選手たちが臨機応変に対応するんだけど、その臨機応変というのがそれぞれの考え方じゃなくて、その軸をちゃんと監督が作っているっていう。それが原理からの原則みたいな感じかなと思ってますね。